岡市東区にあるスーパーです。円安などの影響を受け、輸入品が軒並み値上がりしています。こちらがですね、昨年まで198円で売ってた商品なんですが、今では308円まで値上げをさせていただいております。フィリピン産のバナナ、通常はですね、今見てもらってお分かりに99円なんですが、一時期値段は128円まで上げさせていただいたんですが、やっぱりお客様のですね、やっぱり認識が100円なので、やっぱりこのバナナはですね、99円に戻させてもらっております。仕入れに対してこれは赤字で販売させていただいております。商品の値上がりに買い物客からも嘆きの声が上がっています。野菜とかも上がってきてるし、お肉なんか、ね、前はちょっと安くて買えたなと思って頻繁に買ってたけど、やっぱりちょっと控え5人家族やったらね、特にね、いっぱい食べるけんね、大変。自分が食べたいのを極力我慢してる。本当上がりすぎと思う。スーパーの担当者によると、円安の影響が店頭価格に反映するのは次の仕入れ時期となるおよそ2ヶ月後ということで、今の状況が続けば輸入品はさらに値上がりする恐れがあります。円安の動きがですね、加速しております。それがやっぱり12月に入ってきますので、一番の需要期に入ってきます。2割増しの価格になる可能性も今後あるのではないかと。今年1月の時点で円は1ドル115円前後で推移していましたが、その後急速に円安が進み、昨日の夜は一時147円台後半まで急落しました。過度な変動に対しましては適切な対応を取りたいと。急速に進む円安を止めないのか、政府日銀を批判する声も企業からは上がっていて、いつもう一度為替介入に踏み切るのか、ギリギリの判断を市場が固唾を飲んで見守っています。一方、円安が追い風となっているのが海外からの旅行客です。今月11日に水際対策が大幅に緩和され、ビザなしの個人旅行が解禁となったことで、福岡へ来る外国人も徐々に増えています。外国人による爆買いを期待している百貨店は、水際対策の緩和と円安をビジネスチャンスと捉えています。水際対策が大幅に緩和され、海外からの観光客も徐々に増えてきました。天神の百貨店も外国人に人気の商品を準備しています。日本のお酒、それから高級フルーツ、そして化粧品ですね、在庫奥行きをしっかりとですね、準備しようというふうに考えております。まあ、ここまで来たら、もう、期待だけといいますかね、もう本当に明るい未来の方を一生懸命想像しているというのが正直なところです。期待と不安が広がる円安、政府と日銀が今後どのような対策を取るかで、経済や私たちの暮らしは大きく変わってきます。